やばい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 。ジャイアンツファンの方、とうとうマジでやばい選手が戻ってきそうです。ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっとすいません。ジャイアンツの選手の話題ではないんですけども、少しね、ジャイアンツにとって、ジャイアンツファンにとって、ちょっと戻ってきてはいけない選手が、復帰間近というところで、ちょっと今日、お伝えさせてください。すいません。今日はね、ジャイアンツ、情報ではないんですけども、間違いなくジャイアンツにとって、ジャイアンツファンにとって耳に入れといた方がいい情報だというふうに思いますんで、ぜひね、チャンネルね、そのままでね、切らずにね、よろしくお願いします。はい、はじめ、言いますとね、誰やねんって話なんですけど、阪神の高橋遥人選手ね、まあ、サムネイル見たら、わかる方もいらっしゃったかもしれないですけども、ちょっと、高橋遥人選手が戻ってきそうだなっていう感じが、マジでしてきてるんで、ちょっとね、今日ね、その、高橋選手の、まあ、現状であったりとか、まあその阪神の先発陣なんかもね、ちょっと見ながらちょっとね、進めていきたいなというふうに思っています。はい、高橋遥人投手ね、もともともしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれないんで、説明させていただきたいんですけども、まあね、非常に、すごくいいピッチャー、アジア大学から入ってきたな、ピッチャーなんですけども、僕と同級生なんですよ。うん、で同級生で、ジャイアンツに北村っていたじゃないですか。今ヤクルトにいますけども、僕同期入団なんですけども、その北村とですね、高橋遥人っていうのは同じ大学だったんですよね。アジア大学で同じ大学で、まあいろいろたまにね、話なんかも聞いてましたけども、この高橋遥人っていうのはマジでエグいぞと、阪神に入ったんだけどほんまにエグいみたいな、アジアの時もほんますごかったっていうふうに言ってて、まあ、その、ああ、そうなんや、っていう感じでね、聞いてたわけですよ。で、まあ、出てきましてね、その高橋遥人投手が出てきまして、なんとね、まあ、記憶、ある方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、完封されたりとかね、ジャイアンツが。で、その完封のされ方もね、柔軟奪三振取られて完封されたみたいな、非常にいいピッチャーなんですよね。もうちょっと強烈にやられてるというか、うん。坂本さんがこう、スイングをして、空振り三振したんだけど、尻もついて、三振したみたいな、めちゃくちゃ鋭い変化球あったりとか、っていうところで、非常に手強いピッチャー、めちゃくちゃいいピッチャー、めっちゃ、もう、僕はもしかしたらですけども、現役の先発の左ピッチャーで言うと、一番ぐらいのまっすぐ投げてるんちゃうかなっていうぐらいの印象あるんですよ。で、その高橋遥人選手なんですけど、じゃあなんで、なんか、最近投げてなかったのっていう話で、怪我をめちゃくちゃしてたんですよ。うん。これね、今メモ書いてるんですけど、すごいなと思って、2021年、左肘のクリーニング手術ね。うん、クリーニングしましたと。で、その翌年、22年、次は左肘のトミー・ジョン手術ね。トミー・ジョンっていうのは、まあ、この手首の、人体なんかを、この肘に移植するみたいな。まあ、よくやるのが、逆手の腕。だから、高橋遥人選手だったら左投げなんで、右腕の手首の人体、っていうのは、まあ、なくても大丈夫なんですよ。で、それをパカって取ってきて、こっちにピョンってつけるみたいな。トミー・ジョンって言うんですけど、まあ、その、確かトミー・ジョンっていう人がいたんかなっていうところで、トミー・ジョン手術って言ってるんですけど、そのトミー・ジョン手術しましたと。これね、復帰まで1年半ぐらいかかるんですよ。マジでめっちゃかかって、僕はやったことないからわかんないんだけど、やったことあるピッチャー、ジャイアンツにもたくさんいるんですけど、そのピッチャーとかに聞くと、やっぱり、つけるじゃないですか。肘、まあ人体つけるじゃないですか。治ったってなる、だいたい1年ぐらいで治るんですけど、でも、やはり感覚がの、戻るまで、この人体が馴染むまで、やっぱり計2年ぐらいかかるらしいんですよ。うん、もう完璧に前で一緒やっていう感じになるまで2年ぐらいかかるらしいんですよ。やっぱり自分の体の違う部位の人体ですらそんだけ馴染むのに時間がかかったりとか、雨の日になんかズキンズキン、なんかその、なんていうんだろう、痛みが走ったりとか、やっぱあるみたいなんですよ。そういうところでトミー・ジョンしたんですよね。22年に。で、23年にまた手術してるんですよ。これやばない。これは次、肘ってきて、次肩なんですよね。
で、肩クリーニング手術。と、これすごいのが、左尺骨短縮手術っていうのが受けてて、どういうことなんて話なんですけど、まあ、左肩のクリーニングはね、よくあるやつなんですけど、この左尺骨短縮術っていうやつは、なんか高橋遥人選手、なんかそのボールを握った時に、なんか力が入らない。うん。なんかボールが大きく感じたりとか、力がなんかこう、なんか手や力入らへんな、みたいな感じになってたらしいんですよ。で、痛みじゃないから、やっぱり言いにくかったらしいんですよ。ちょっとなんか痛くはないんだけど、なんか力入らへんな、みたいな感じになってたらしくて、で、やっぱ調べたんですよ。なんかおかしいなってなって調べたら、靭帯が緩んでたみたいな。うん。っていうところで、この、左肘のこの骨を、ぶってこう、縮めて、靭帯を、うまくはめさせたっていうところで、これ、なんかすごい手術なんですけど、これ前例のない手術らしいんですよ。こんな、なんかその骨を縮めるっていう手術っていうのは、今までプロ野球選手でほとんどやったことない手術らしくて、こんだけ手術。だから、この3年間で手術4回してるんですよね。肘、肩、左尺骨っていうところで、やっぱめっちゃ手術してるんですよね。もうこれ以上、もう、手術するとこないんちゃうかぐらい手術してますと。で、まあ、本人もですね、やはり、なんかその、自分の仕事は投げることなのに、その、投げることすらできない。仕事をできてないっていうところは、もうなんか悔しさを通り越して、もう、なんかもう、だからどういう感じだったか分かりませんみたいなことも言ってたんですよね。だからそれぐらい、やっぱ悩んだりとかしてたわけですよ。で、その高橋遥人投手がですね、ここまで今、登板4回登板してまして、ファームでね。で、3登板は1イニングずつ投げたんですよ。で、先日、15日ですね、初めて2イニング目行きまして、2回で、1安打無失点っていうね、成績、出してるんですよね。で、これね、トラバンチャンネルだから、なんか YouTube であるんですよ。それちょっと見させてもらったんですよね、それ。ピッチングの内容をね。相手は確か社会人野球だったと思うんですけど、社会人野球のチームだったと思うんですけど、ちょっと見させてもらったんですけど、やっぱエグいね。やっぱエグい。うん。見ててもやっぱエグいのよ。うん。で、まあその、あんまり変化球めちゃくちゃ投げてたりとか、そんな感じはしないんだけど、やはりまっすぐと、まあスライダーとっていうところをまあ中心に組み立ててたかなっていう。まあカットボールとかも投げてたと思うんですけど、で、高橋遥人投手って何がエグいのって言われた時に、一番はやっぱりまっすぐなんですよね。まっすぐ。僕、まあ打席立ったことないから、あんま言えないけど、でも、やはり見てると、スピンがめちゃくちゃ多いように感じるんですよ。で、それにプラスして、高橋遥人投手の独特のフォームっていうのがあって、普通のピッチャーってね、まあちょっと今座ってるんであれなんですけど、まあこうパーンって投げるんですよ。普通に、まあ、斜面があって、マウンドがあって、その斜面を利用して、まあ、まあ投げるって感じなんですけど、この高橋遥人投手は、多分ですけど、僕の憶測で喋ります、こっから。多分、股関節とか、下半身の柔軟性すごいんですよ。だから、足を開けて、まあ投げるじゃないですか。左ピッチャーね、バーン投げるじゃないですけど、それが、めちゃくちゃ低く沈むんですよ。で、低く沈んで、なおかつ、下半身、特に股関節の柔軟性がすごいから、ふっと前に入ってこれるんですよ。言うたら、ガンって。だから、普通のピッチャーだったらここで話すのが、その高橋遥人投手だったら、その下半身の股関節の柔らかさがあるんで、バッターの手元で投げれるんですよ。で、そのスピンの効いたボールをバッターの手元で話すとどうなるかっていうと、バッターからしたらめちゃくちゃ近く感じるし、で、高橋遥人投手ちょっとしゃがむというか、柔らかいんでちょっとこう、なんて言うんだろう。前の足にガッて乗って投げてるんですけど、そうすることによってちょっと低いところからリリースされてるように見えるんですよ。それでスピンの効いたボールを投げられると、下から浮き上がってくるように感じるんですよね、バッターからしたら。っていうことは、やはり、ジャイアンツもやられてましたけども、見逃し三振とか、低めボールやと思ったボールが浮いてきた、みたいな、コメント聞いたことある方いらっしゃるかもしれないですけども、そういうボールを、バッターに錯覚させるというか、そういう風にバッターが感じて、すごく打ちにくいと思うんですよね。で、それプラス、カットボールね。スライダーカットボールっていうのも、同じ投げ方から来ますから、やはりバッターの近くで離せるんで、それだけ曲がりが遅いんですよ。バッターの振ろうと思った瞬間にガーンって大きい曲がりとカットボールっていうちっちゃい曲がりがあるから、バッターからしたら、見分けつかないんですよね。うん。
だから、それぐらいいいピッチャー。で、それプラス落ち球もありますよね。だからツーシームっていうね、ちょっと落ちるボール。まあ、アジア大学のピッチャーっていうのは結構、まあ、フォークボールみたいなボールのことを、ツーシームって言って、言う傾向はありますけども、高橋遥人投手もそのツーシームっていうのを投げてると。っていうところで、めちゃくちゃいいんですよね。うん。結局、もう何が言いたいかっていうと、めちゃくちゃいいんですよ。僕実は、僕は阪神、ジャイアンツファンですよ。ジャイアンツファンですけど、この高橋遥人投手のピッチングがすごい好きで、うん。すごい好きで、高橋遥人投手のこと好きなんですよ。いいピッチャーだから好きなんですよ。組んでみたいなって思うようなピッチャーなんですよね。うん。だからこんだけ熱く語れるんですけど、っていうところ。で、じゃあ高橋遥人投手、あとどれぐらいで戻ってくんのって話。で、まあやはり、こんだけ手術してるし、こんだけね、戦線から離脱してるわけですから、やはり首脳陣たちは、慎重になると思うんですよね。まあ当たり前ですけども、慎重になると思うんですよ。で、今まで、まあ1イニング1イニング1イニング、で、今回15日2イニングって投げてて、多分ですけど、遅くても、あと1ヶ月半ぐらいあったら帰ってくると思うんですよね。1ヶ月半。うん、マジで遅くても2ヶ月以内は絶対帰ってくると思うんですよ。うん。うん。それはもう最長、めちゃくちゃ慎重にいって多分、あと1ヶ月半とか、まあ2ヶ月ぐらいでは帰ってくるやろうなって、順調にいけばね、普通に痛みなくいけたら、多分2ヶ月以内には帰ってくるっていう形。で、そこから阪神のピッチャー陣見ていきたいんですけど、まあ、高橋遥人投手戻ってきたら、間違いなく先発なんで、うん、っていうところで、じゃあ今の阪神のピッチャー陣どうなのっていうところ。で、今、もともとね、青柳投手、大竹投手、佐伯投手。で、村上投手、伊藤投手、西勇輝投手。で、まあ、ジャイアンツ戦にも一回投げてましたけども、門別投手みたいなぐらいのピッチャーが、まあ、大体ぐるぐるね、ローテで回ってましたと。で、前、ちょっと前の動画でも言ったかもしれないけど、今年ね、まあ、伊藤投手っていうところ、まあ、青柳投手はまあ、大体、まあ、阪神ファンの方に聞くと、大体こんなもんやっていう風な形で言うんですけど、ちょっと伊藤投手が、まあ今2軍にいたりするんですけど、2軍で、なかなか去年みたいなピッチングができてないと。球が高いと。岡田監督も言ってました。はい。で、今回、ローテを再編するみたいなんですけど、明日かな、18日、明日ですよね。明日、ビーズリーが2軍でね、すごくいい調子が良くて、うん。明日、ビズリーが投げるみたいなんですよ。その伊藤投手の代わりに、ビズリーが入ってくるらしいんですよ。うん。で、それは、いいと思うんですよ。高橋遥人投手が帰ってくるまでは、多分、こういう感じで回ると思うんですよね。で、じゃあ、高橋遥人投手が帰ってきたらどうなるかっていうところなんですけど、まあ、伊藤投手が帰ってくるのか、高橋遥人投手が帰ってくるのか、それは、どうなるかわからないですけども、やはり、昨年優勝した、阪神の岡田監督、言ってました。やはり、門別投手がね、開幕ローテ入るのか入らないのか、みたいな話題あった時に、やはり実績あるピッチャーをそんなすぐどかさないよ。みたいなこと言ってたと思います。だから、高橋遥人投手がいくらいい状態で戻ってきたとしても、いきなりローテに入れるってことは僕はしないと思います。その代わり、ちゃんときっちり間隔空けながら、まあ7人目じゃないけど、っていうところで多分、スポットスポットを多分入れていくと思うんですよね、高橋遥人投手。で、そういうことをやられ出すと、マジで、ちょっと巨人からしたら、やばいんですよね。うん。まあ、数年前、まあ、3、4年前ですけども、あれほどの衝撃を与えた投手が、またね、それ、ぐらいにね、戻って、登板されるってなると、やはりね、ジャイアンツからしたら、脅威に感じると思うし、で、もともとね、その6人、7人いるピッチャーも、ビーズリーとかもそうですけども、非常にいいピッチャーなんですよ。だから、それに加えて、高橋遥人投手が戻ってくると、ちょっとマジでやばいなっていう。それにましてや、戻ってくる時が、夏ぐらいじゃないですか。っていうことで、一番先発陣が疲れてきたりとか、まあ、中継ぎもそうですけども、ピッチャーが疲れてきてるなっていう時に、一番フレッシュな、もう手術しまくって、一番フレッシュな高橋遥人が戻ってきたってなると、ちょっと、マジでやばいので、ちょっと、早いかもしれないけど、巨人ファンにはこれを伝えていこうと。伝えておこうと思って、今日ね、高橋遥人投手の、情報をね、伝えさせていただきました。最新情報ね。はい。てな感じで、今日はね、高橋遥人投手、ちょっと脅威になりうるんじゃないかっていうところで、お話していきましたけども、間違いなく脅威だと思うんです。僕からしたら。うん。やはり、あの衝撃っていうのは僕忘れられないし、なんなら僕がまだジャイアンツにいた時に、高橋遥人投手って、
バチバチジャイアンツ抑えてたりとかしてたんで、ちょっとね、えぐいな。やっぱ匠が言ってたのはほんまやなっていうふうに思いながらね、ナイターのゲーム見てたんで、それがね、鮮明によぎってきて、ちょっと頼むぞと。ジャイアンツ、なかなか今打ててないと言われてるけど、この高橋遥人来たらほんま打てんのかっていうところで、ちょっとね、まあ、まだ先の話ではあると思うんですけども、ちょっとね、皆さんにお伝えしたいなと思って、今日こんな感じの動画を撮らせていただきました。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。